ゾンビハンター。カードキーは1号館の中にあればいいのだけど。そうですか。私じゃ頼りになりません。私たちはあなたの駒ではありませんのよ。マヤヤに言わせればエナミーは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。自分は自分が決めたことをしなければ後悔するだけだ。姫路に頼らなくても私がカードキーを見つけてみせる。探索ミッションだ。始めるぞ。もらうぞ。回収する。もらうぞ。やってやろうじゃないか。リロード。爆破する。回収する。よし。リロード。回収する。くっ。リロード。よし。リロード。よし。
収する。これで拠点は確保できたか。上条先輩、金崎さんを連れてきました。ああ、すまない。上条さん、ご報告があります。報告？私のミスで新しい敵が生まれてしまいましたわ。新しい敵？金崎さん？コピーゾンビか。ええ、私も上条先輩のゾンビもいるみたいです。それに私の劣化コピーの話から察するに、秋葉さんと姫路さんはコピーを作るためにさらわれたようです。その原因は全て地下で私がボタンを押したせいですわ。ずいぶん素直に認めるんだな。お前本物か？冗談はおよしになって。ええ、認めます。私が身勝手でしたわ。自分と同じ姿をしたゾンビが目の前に現れてごらんなさい。あの嫌悪感を思い出せば自らの過ちを認めざるを得ませんわ。今もおぞましさが消えません。で、どうしますの？秋葉さんたちを助けに地下へ行きます。そうだな。あの、おびき出してはどうでしょう。金崎さんの話からすると、コピーたちは私たちオリジナルを倒して自分たちが取って代わろうとしてるんですよね。だったらこっちからの挑発に乗る気がするんです。もしこちらから地下に行って罠でも仕掛けられていたら。だから、うん、久保田の意見一理あるな。しかしどうやっておびき出す？私に考えがあります。